なあ、まだ怒ってるのか？副長がその調子だと、クルーの士気にも響くんだけどさ。だから、あれはメリクルが寝ぼけて、僕の部屋に間違えて入ってきただけなんだよ。知らない。昔から一度本気で怒ると後を引くんだよな。ここはやっぱり、あれしかないか。そもそも、なんで僕だけが怒られるんだ？レイミだって、勝手に部屋に入ってきたじゃないか。勝手に部屋に入ってきて、勝手に変なこと想像して、勝手に怒ってるだけだろ？まったく、本当に子供なんだから。そういう勝手なところは、昔からちっとも変わらない。悪かったわね、昔から変わらなくて。エッチだって考えなしなのは昔からじゃない。そうだな。二人とも昔から変わらない。だったら、仲直りも昔のままでいいだろ。エッチ、覚えてたんだ。私たちの仲直りの印。恥ずかしいことさせるなよ。何年ぶりだと思ってるんだ。じゃあ、これで仲直りって。